疲れ様です。うちわ TV 中の人、うちわ4姉妹って言います。よろしくお願いいたします。今回の動画も実写動画になるんですけども、なんとやっと僕今更になってコンデンサーマイクデビューしてみましたっていう形です。コンデンサーマイクね、かなり気にはなってたんですけども、まあ今の録音状況が実は、GSP600 っていうね、ゼンハイザーのね、ヘッドセットの方を使って、常にね、マイクの声入れだったりね、実況だったり、まああとは普通のゲーミングのね、音を聞いたりしてるんですけども、やっぱりね、こう、PS4 をね、返してしまうと、音質って悪くなるんですよね。やっぱそれがね、すごい動画作ってて嫌だなって思って、ただですね、気持ち悪い声がもっと気持ち悪くなって、もう嫌ですみたいな感じだったんで、まあちょっとでもね、いい音質をと思いまして、コンデンサーマイクちょっと買ってみました。で、まあそれに付属してね、マイクアームですね。そしてポップガード、この3つをね、一気に買って、ここのね、新しくなったデスクのね、周りにくっつけて、ちょっとね、まあラジオジョッキーみたいなね、ラジオ DJ みたいな形の、イメージを僕は持ってますんで、このマイクスタンドですね。で、このマランツのね、MPM2000U っていうのは、解剖感にね、1000U っていうのがあって、USB 方式で、付けれますので、このままね、PS4 につけて、まあ音質気にしないんだけど、コンデンサーマイク使ってみたいなとか、いう方いるんだったら、このままね、USB でプレステ4につけることもできますし、まあ僕の場合はね、この、ロースペックパソコンにね、ぶっ刺して、パソコンの方でね、一緒に自分の声を、実況をね、入れ込んでいきたいなと思いましたので、まあ、とりあえずこのね、マランツプロフェッショナルでしたね。かっこいいですよね、もうプロフェッショナル。で、結構こうなんか調べるとね、有名な、メーカーさんみたいなんで、まああんまりね、僕そういうパソコンの機械とか全然知らんんですけど、まあそれであえて 2000U にしました。まあ1000U と 2000U 何が違うのかちょっとね、わかんなかったんですけど、まあ人の動画見たり聞いたりして、まあ2000の方がね、もう少しクリアだなと思いましたけども、まあ若干やっぱり高いんですよね、9000円なんで。で、1000U だと6000円ぐらいでね、今 Amazon さんで売ってますんで、まあ1000U でもいいのかなと思うんですけども、今回はね、僕 2000U の方、MPM2000U 取り付けとね、レビューと、あとね、今喋ってる GSP600 のね、ゼンハイザーの、そのね、マイク、ヘッドセットのマイク対コンデンサーマイクっていうのをね、ちょっと作っていければと、まあ、聞き比べですよね。音声の聞き比べも、動画の中盤あたりで、このコンデンサーマイク、マイクアームセットをね、組み立てていきたいと思います。はい、ということで、まずね、マランツの MPM2000U のね、開けた状態なんですけども、開けてびっくりしますよね。ケースの中入ってんですね。もう本当にね、あ、そういうもんなんだな、マイクって。コンデンサーマイクってデリケートって書いてあったけど、そういうことね、みたいな感じなんですけどね。まあ、ケースありますんで、ちょっとこれはね、かっこいいなと思います。そしてね、開けるとこんな感じで、いやー、GSP600 の時以上にね、ケースがしっかりしているなと。あ、もう絶対にね、衝撃を与えないでくださいみたいな。今、机のギリギリでね、置いているのが恐怖ぐらいなんですけども。まあ、中身はね、そんな、どっぷり使ってないですね。まあ、ショックマウント、セットになってるものなので、ショックマウントとマイク本体、そしてね、USB 専用のね、端子、そして保証書ですね。で、まあ、あとは付け方ですね。取説ですねっていう形になります。で、あとはこう、周波数のね、特性とか指向性とかが書いてありますんで、まあこれ、まあ普通に組み立てるもクソもあるのはどっちかというとマイクアームの方かなと思いますけども、これなんでね、マランツの 2000U MPM2000U を買ったかっていうね、一つのポイントとして、このショックマウントですね。このショックマウントが付属でついてくるのは、まあ大体これ市販で買うと1000円2000円ぐらいの価値あると思うんで、他の、セットで買うときって。まあ、500円ぐらいからね、ほんとピンキリなんですけど、まあ、こういうね、付属品ついてくるのはいいなと思いまして、僕はね、これ、マランツを一つ決めるポイントになったとこですね。まあ、あとは端子は普通の、結構長めなケーブルですよね。まあ、それはそうっすよね。マイクアームイメージしてますんで。そして、マイクって感じなんですよね。なんか、こういうマイクに慣れてないんで、
なんか不思議な形してる感じしますけど。まあかっこいいっすよね。まあ黒に金なんで、かっこいいなと思いました、僕はね。なので、これをね、しっかりつけていきたいと思いますけども、注意点としては、マランツプロのね、マランツプロフェッショナルの MPM2000U だけを買うとこれしかついてこないので、イコールこのままでは使えませんので、スタンドがね、別途売りになりますんで、そこだけはね、注意していただきたいとこなので、なので、さっき、マイクアームですね、とポップガード自分買ってますんで、それを一緒に組み立てていきたいと思います。はい、ということで、マイクスタンドの方はこんな感じで、あとポップガードも一緒にバラしております。まあ、こっちがね、メインのレビューというか、開封ではないので、まあ、付けは何でもいいんじゃないですかね。マイクスタンドって、まあ、あんま、ね、そんなこと言っちゃダメだろうって思うかもしれないですけど、まあ、2000円ぐらいのものになりますんで、まあ、いいも悪いも、基本的に今ほとんどこういう形で、まあ、アマゾンいろんなの見たんですけど、全部一緒に見えるっすね。な、要は、こういうポップガードがね、こういう、これ、僕、マランツなんで、丸いのじゃなくて、ちょっとね、こっちのなんか、スリムバージョン買ってみましたけど、まあ、そういうね、こだわりは人それぞれだと思うので、一概にね、この、ね、こういう、スタンドがいいですよとか、まあ言うのであれば、まあ大きいスタンドの方が僕的なね、L 字のね、コーナーテーブル使ってる人間だと本当は良かったんですけど、まあ十分これでもね、代用できるのかなと思いますんで、これをね、まず組み立てて、その先にね、マランツプロの MPM2000U をね、くっつけていきたいと思います。ということで、取り付け終わりました。いや、結構ね、ぽいです。なんかそれっぽくなりましたね。で、まあ、やっぱくっつけてこう伸ばしたりだとか、まあ、ちょっと角度調整したりだとかね、してできる、ほんとね、黒い塊みたいなので、ちょっとずらしたりもね、できるんです。わかりますかね、これ。いいっすよね。こっちでね、やるときは左で、で、こっちでやるときはこっちでみたいな感じの使い方もね、できるんで、やっぱコーナーテーブルとのね、相性、マイクアームいいですよね。で、まあ、こういう感じで、なんか、有名な実況者さんみんなね、逆さにつけてる、クンさんとかね、かっこいいなと思ってたんで、もう完全にパクってますけど、ぽくなりました、部屋が。実況部屋っぽくなったんで、まあ、これでね、とりあえず取り付け終わったんで、あとはマイクの性能をね、確認していきたいと思います。ちなみにね、ここまでの映像は、基本的に、GSP600、ゼンハイザーのね、ゲーミングヘッドセットを使って、僕の音声の方は、入ってますけども、これをね、マランツプロフェッショナルの MPM2000U になったらね、どのくらい音が変わるのか、もう聞き比べしていきたいと、こっからは思います。こちらはコンデンサーマイクのマランツ USB マイク MPM2000 になります。こちらの音声はマランツのコンデンサーマイク MPM2000U になります。マイクの音声いかがでしょうか？こちらはゼンハイザー GSP600 のマイク音声になります。マイクの質感、音声いかがでしょうか？こちらはゼンハイザー GSP600 ゲーミングヘッドセットのマイク音声になります。マイクの質感いかがでしょうか？こちらはロジクール G231 ゲーミングヘッドセットの音声になります。音声の質感いかがでしょうか？こちらはロジクール G231 プロディガーゲーミングヘッドセットのマイク音声になります。装着時の音声の差いかがでしょうか？あいうえお、パピプペポー。あいうえお、パピプペポー。あいうえお、パピプペポー。ということでね、今回はこのマランツプロのね、2000U をね、レビューさせていただきましたけども、まあもうぶっちぎりでね、コンデンサーマイクのね、
音声っていうのはもうレベルがヘッドセットのね数倍ぐらい違いますんで、ゲーム実況をねされる方は確実にねこのマイクをね使って、コンデンサーマイクをね使った方が絶対にいいです。やっぱりねヘッドセットだと今多分僕のこのっていうねこの唾のね音とかね咀嚼とかめっちゃ入ってるんですよね。で編集めんどくさいじゃないですか。で考えたらまあこの距離感ぐらいでね、今はもう多分20センチぐらい離れてますけど、それでも音拾ってくれるのがコンデンサーマイクですし、やっぱりねこうこの画面とのね距離感、マイクアームだったらねこう調整できたりもできますし、ヘッドセットだとどうしてもねこう切るか、しないといけないっていうのがねなかなか、難しいところですんで、そういう部分、実況をねされる方とか、あとはまあ相手にね、よりクリアな声でコミュニケーションを取りたい方っていうのはこのね、まあコンデンサーマイクっていうのはかなりおすすめで、そしてね僕はねこのマランツプロのね、2000U MPM2000U はかなりおすすめだと思いますので、ぜひね、まあ今 Amazon で1万円でお釣り来るぐらいですんで、 2000U の場合は多分ね 1000U でも十分だと思います。このこいつがついてくるかついてこないかの差だと思いますんで、まああとまあマイクのね指向性と拾う音とクリア音が若干ね高音質になるのが 2000U なだけなので、逆に言えばね 1000U の6000円でも十分だと、ソニーのね、コンデンサーマイク2000円3000円なんですけど、それをね 2本買う分出せばこれぐらい高音質になりますんで、まあソニーのねマイクパソコンでこう差し込んでもあんまりいい音を正直しないので、まああとはねぽくなるんで、それっぽくなるんで、ぜひね僕的にはねこの、コンデンサーマイクとマイクアーム、特にねこのレビューさせていただいてるマランツの 2000U MPM2000U はかなりおすすめですんで、ぜひねご購入検討してみてはいかがかなと思います。こんな感じでね、買ったものとかでレビューしたりも引き続きしていきたいと思いますので、ぜひともねちょっとでも面白いって思っていただいた方はチャンネル登録していただくと大変ありがたい、そして大変嬉しいです。ということで今回はねここら辺にまでにしたいと思います。次の動画でまたお会いしたいと思います。それでは次の動画でバイバイ。